際行けばいいんだよね、本人がね、うん、ねえ冷房で寒いかな、なんか知らないけど2台ついてるから寒いかもな、眠くなってきた、今度は、うん、ねえ、太鼓の達人最高さんナイスをしましたってありがとう、苦しくて眠れないよ、眠くなってきた、お眠になってきた、大丈夫ですかって、ありがとう、眠い、メロちゃん、息子を介護してくれないんで、なんか眠くなってきた、困ったな、なんか食べるのあるかな、あった、チョコ食べる、チョコ食べる、無理しないでくださいって、ありがとうゆりちゃん、普通の席ではないから病院行けば医療してくれる、慢性化してますね、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうだね、本人がね、行けばいいんだよね、ね、さあちょっとよっこいしょ、眠くなった時は何か食べれば治る、私はどっちみちまた私これ全部片付けないとこの辺寝られないから、明日ゴミ出しするんかね、困ったよね、いっぱいゴミが溜まって、困ったよ、人も捨てないんだよ、何食べるんだっけな、よいしょ、これ食べる、ひでえもったいな、入れ方がひどいよ、みんな何でも入れればいいぞ、ダメね、眠くなったからよいしょ、私もね結構あれなんだよ、こんなに食べても腹出ねえんだよ、痩せてるんだよ、腹がぺったんこよ、腹ぺったんこ、こんだけ食べてもね腹ぺったんこ、ね、そんなに量食べてない、数は食べるけど、量食べないね、こんなにね食べないし、数は食べてる確かに、なんか食べないとね、仕事は辛いと思いますよって、病院行った方がいいですね、そうですか、じゃあ明日言ってみますよ、そうですねって言ってごらんちゃん、
せお世辞に痩せてるようには見えませんがってそうですか、うん、結構ですよ、うん、あ、痩せてるようには見えない、そうですか、10キロ痩せましたけどね、ああ、ナナちゃん、ヤッホーってね、うん、何でも食べる、どうでもいいや、ねえ、おじさん、敵は体力を消耗しますって、そうですね、確かに、うん、しないときはしないんだけどね、また出るんだよね。声かけてあげたらいいかもって、僕も喘息で夜中救急外来に運ばれたことあるので辛さわかります。あ、そうですか、うん、ね、いつも夜してますね。そう、僕とおばあちゃん、お久しぶり。あ、あら、しばらくだね。やだ、ペットちゃん、しばらく。おばあちゃん、お久しぶりです。フランクフルト焼いてんの？食べちゃったよ、ペットちゃん。もう4本焼いた。うん、食べたよ。あら、しばらく、ほんと。レイコさん、熱あるか聞いてみてってね。あ、ナナちゃん、あ、咳すごいね、おじいさんってね。そうだね、あまねちゃん、声かけるとかやめてあげて、このおばあさんは相原に激怒、うん、何、コロちゃん、こんばんは。あまねさん、昨日だって相原苦しんでるところに咳がうるせえ、どんどんって叫んでたってね。体調どう、元気って、テッドちゃんね、私ね、前よりね悪くなっちゃった、テッドちゃん、前はね支援2だったんが、今度は介護3になっちゃった。自分で立てないの、寝て、ハイハイしてこたつの板に手ついて、自分の力で立てない、座ってればまあこう普通だけど、寝たら立てない、自分の力でね、ちょっと弱っちゃったよ、アイアラの言葉はどうでもいいんだよ、私の方がかわいそうだから、私をもっと心配しろって言ったのって、半蔵さんナイスって、ありがとうありがとう。マヤちゃん、慎吾に介護頼みなって、ありがとう。よしえさんにとってあやらさんは頼りになる人だから、体心配してあげてほしいですって。そうなんですか、慎吾、慎吾に掃除機かけてもらおうってね、あまねちゃん、さっきもあやらさんだけどって、家はあやらさんが唯一まともな人で、あやらさんがいないと回ってが何、回って何、まと何、いないと回り回らない、だからもっと心配した方がいいってね。まあね、まあ回らないっていうか、ゴミ出しとか墓場掃除とか、
そういうことだよね。買い物、うん、あとはやらないよ、うん、やらないよ、うん、この間植木はぎりがしたらとっても楽しかったって、綺麗になるっていいことだ、俺が全部やるだけど嘘だった、最初だけだった、うん、そう、エアコンカビだらけ、知らない、そんなこと。じゃあ私も咳が出るわけじゃない、一緒だったら、うん、そうでしょ浜根さん、違う、エアコンがカビだらけだから咳が出るってよ、うん、じゃあ私も出るわけじゃない、一緒に吸ってんだから、違うね。あ、ペットちゃんありがとう、ペットちゃんありがとう、ね、今日は花火大会行ってきたけどばあちゃんと一緒に行きたかったって、ありがとうペットちゃん、ありがとうね、ペットちゃんありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥズ・ビル・ゲイツ、ありがとうペットちゃん、ありがとうね、ありがとうありがとうペットちゃん、花火一緒に行きたかったってね、私も行きたかったよペットちゃん一緒に、ありがとうペットちゃん、ありがとうね、リカちゃん、シンゴさん、学生の時テストや勉強どうでしたって、できないねあの子、うん、全然できない、うん、私よりできなかった、うん、ね、うん、ダメだ、うん、ダメだ、うん、ね、ヨシエさんとクズ息子ね、あるからのんきなんでしょうって、うん、うん、あまねちゃん、しんごさん、うん、ね、しかしよく食べますねって、だってお腹空いちゃうよ、だってまた食べてないよ、何でも食べるんさ、好きな子、もう先がないから何でも食べる、うん、北斗さん息苦しい、だから咳の辛さは分かるんだよって、そうなんだ、75、あと天に召されるだけだから、だって随分失礼なこと言うね、天に召されるのはあなたじゃないね、よく言ったわよねあなたね、年じゃないわよ、人間年じゃないよ、いつどうなるか分かんないよ若くても、ね、天に召されるだって失礼なこと言うね、ねえ、ムカつくね、ブロックするか、ねえ、ムカついた、この人もアンチだ、歯がないから虫歯になりませんだって、あ、そうなんだ北斗さん、酸素が、うちの母親もね、喘息だった。わかるよ。喘息って苦しいんだよね。痰が詰まってさ、息ができないって言ってた母親。初めね、
前職じゃなくて大きい手術した、うん、腰のね、うん、豚ヘルニアじゃなかったっつってさ、うん、こうしたら今度はいろんな薬飲んでね、今度はあの胃潰瘍になって血ガブガブ吐いた、うん、それからねもう入院して、うん、これから今度は体が弱ってるから喘息になっちゃった、うん、母親かわいそうだった、うん、あれずっと見て生きてきた、うん、大変だった、うん、マリーちゃん、ヨセさん、あい、落とした悲しいロボット、何ヨセさんは、あい、うん、愛が自落した悲しいロボット、うん、うん、咳が出て、うん、肺も痛めたよって、うん、うちの父親も肺炎になったよ、うん、肺炎になったことある、うん、うん、アンチに無視しましょうって、そうですね、うん、そうですね、うん、あ、そうなんだ、うん、うん、あやらさんの咳聞いてると喘息かなと思いますってね、そうなんだ、うん、本人に言ってみますよ明日じゃあ、うん、ねえ、なんか私には分かんないよ、なんか分かんない、でも医者にかかるのにお金持ってないんじゃない、お金がないんじゃない、医者代がないと思うよ、私のカードで払うんじゃない、多分ね、あーテッドちゃんありがとう、おばあちゃんまた来るねってありがとう、うん、アイスありがとう、テッドちゃんアイスありがとうね、ありがとうありがとう、流れたって、うん、入院になる前に診察することを優先にって、そりゃそうだよね、うん、そうですね、うん、まあね、うん、そんなの金よりそれあれでしょ、うん、心配するの普通だよ、でも私、うん、今まで生きてきてあの人に苦しめられっぱれだよ、引っ叩かれたり酔っ払って、どんだけみんなわかんないと思う、私がやられた苦しみね、うん、自分の親殺して10万産んだくって、うん、親生きてた、みんなわかんないからだよ、私どんだけ苦しんだかね、え、うん、せがれがね、あいつね、うん、殴り来たんで、うん、警察が言ったよ、うん、どういうとこ殴られたか見てましたかって言ったから、いや私見ませんよって、殴られて当然の男だからっつって、うん、で連れてかれて、うん、血見て、ああこんだけの血が出たんだなって、そこで初めて分かりましたって警察に言ったら、警察も納得してましたよね、うん、私どんだけ苦労してきたか、うん、ねえ、うん、違う違う、慎吾の
じいちゃんは私の父親だよ、それは、うん、名前は、うん、そう、変な咳だ出しちゃってってシャワーしてない不調のマンからって、あーシンデレラ何こういうあなたって、肺炎になってる、そうだよねって、この咳何日もしてるね、それは本人が行くべきでしょう、子供じゃないんだからね、うん、子供じゃないんだからさ、本人が動くべきでしょうね、違うね、うん、余生さんの苦しみも分かりますが、今はお互いに助け合って、うんうん、合わない、うん、年齢ですからって、うん、うん、北斗さんそれ分かりますね、私、うん、言う通りです、はい、そうですね、じゃあ明日言ってみますよ、うん、本人にね、うん、言ってみます、はい、わかりました、うん、しのちゃんこんばんはって、こんばんはしのちゃん、トトロさんって、うん、こんばんはって、そういえばって壁直したって、壁直さないよ、工務店にこの間来た時言ったんだけど、うん、一応言ったんだけどね、あ、そうそう、うん、なんで工務店頼んだかっていうと、給湯器がちょっと壊れちゃって工務店さんに頼んだら、あ、電話して直してくれました、ちゃんと、その時工務店さんに言いました、壁はどのくらいかかるんでしょうかって言って、私じゃ無理だからあいつが言う時じゃないとつったら、いや、また来ますよ、あとでって言ってくれたからね。まだ直してないですよ。ね、うん、見積もり出してもらわないと分かんないから。うん、みーちゃん、せめて、うん、改めて、こんばんはって、こんばんは。うんうん、有名人は、風だけ使うんかなって。うん、有名人もね、壊れちゃってるよ、うん、あいつが、うん、やだね、慎吾の親父出たよ、やだね、うん、一番上出てるよね、うん、やだね、うん、ね、やだね、うん、こんばんは、お久しぶりですだって、うん、慎吾の親父だよ、これね、うん、慎吾の親父ね、うん、うん、なんで出るわけ、うん、ありがとう、うん、太鼓の達人最高さん、吉江さんも精神的にきつかったでしょうねって、辛い時は泣いてもいいんですよ、とにかく無理せずに、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、慎吾のパパにかなって、うん、そうだね、うん、まやちゃん個人を悪く言わなくてもいいのにってね、うん、うん、みなみなみちゃん配信で稼いだため、病院に行こうって、うん、ね、うん、藤田誠に似てるねって、そうですか、うん、そうなお盆が近いから帰ってきたんでしょうって、そうか、そういえばそうだね、れいこさん熱あるか聞いてみてって、そうですね、うん、そうだね、うん、そうだよね、ね、うん、
なんか、慎吾は元気にしてるかだって。みーちゃん、お体大切にしてくださいねってありがとう。ゆっくり休んでねってありがとうございます。ありがとう。ね、過去日の皆さん、なんでこの人ここまでアンチが多いって。私真っ当に生きてるつもりなんだけどな、なんでなんかな、人に金かかったこともねえし、貸してくれって言ったこともねえし、自分で一生懸命働いて人に迷惑かけたことないな、金でな、なんでここまでアンチにやられなくちゃならねえかな、考えられねえわ、ねえ、慎吾のことが心配で心配で、だって笑っしちゃいけねえぜ、親にはぐれた小スズメがぐれた叱るは無理な話を、笑っしちゃいけねえぜ、まぶたの母だい、慎吾のことが心配で心配でだと、笑っちゃいけねえぜ、親にはぐれた小スズメがってな、グレた話は聞いてん、のきしたよんでくだせえ頼みやすってね、もどかもどかしく言葉が見つかりません、すいません、でも慎吾の親父だよ、慎吾の親父が出てる、お前の貯金を持ち出して溶かした話は聞いている、だって、あんたそんなこと言う権利ありますね、自分の子に一銭もくれないでね、あなたそんなこと言う権利ありますね、顔を見たくないです、悪いですね、私は立派に生きてきましたね、あなたに迷惑かけてませんよ、亡くなった人を悪く言うわけじゃないけど、あなたにもお金貸しましたよね、だいぶね、ね、金使われたわ、あなたにも、150万ぐらいかな、そのくらいだったね、ね、あっちより使ってないけどね、1500、600と150万じゃ違うから、せがれはもっと使ってる、そうですね、私考えて、慎吾のお父さんこんな時間に現れてって、これね、亡くなってるから、もう、誰かがね、写真をね、写真をね、あれだよ、私見せたことあるんかな、写真を見せたことないんだけど、でも見せたっつうんだよね、写真がね1枚ある、それな、それで出てる、そう、一度3000万じゃないよ、もっとだよ、3500万でしょ、マンション買いますよ、ね、いまだにね、いまだにお手風呂働かないで、ね、私頭使って生きてるんです、いつも、
頭使ってます、お金は、うん、いろいろね、ね、余ったお金は投資して、うん、今預金なんかつかないかね、利息なんかね、利息なんかつかない世の中、うん、ね、残ったお金は投資して、うん、すぐ下ろせないよ、投資は上がったり下がったりするから、うん、私結構儲かりましたよ今んとこ、うん、ね、だから、うん、そう頭使って生きてます、生きてでも、うん、そう、あ、よしおんちゃんナイスをしました、ありがとう、ありがとうね、うん、ひとみちゃん、お父さんマジかって、そう、死後の父ちゃんだよさっきの、うん、見た見た、うん、もう亡くなってるけどね、うん、そうね、ナナちゃんもやってる、うん、明治安田生命の自分の積み立てやってます、えらい、えらいよ、うん、えらい、そうやって生きなきゃダメだ、うん、ねえ、チョコアンパンさん、おじいさん大丈夫ですかって配信してるよりって、うん、あまねさん、慎吾のお父ちゃん、あやらは殴り合い喧嘩をしてる、つまりお生さん両方天秤かけた、またこの人こんなことばっかり言ってるんね、人んちのこと大きなお世話だ、ナナちゃん一番 利息いいよって、そうですか、うん、安田さんやね、どうなんだ、やっぱりそういうのが怖くないよね、投資は怖いよね、上がったり下がったりあるからね、そりゃそうだ、勝てばすごいよ、投資はね、そう、私頭使ってんですよ、女でも75でもボケてはいられないね、お金の無駄遣い大嫌い、そうよ、あまねさんだって慎吾が言ってたからね、父親と相原がなるぐらい、見たってね、それは知ってる、私に電話よこしたから、まだ小さかったしね、いつ解約しても元本割れないって、そうだね、それが一番いいわよ、そう、それが固いわよね、そう、当初は元本割れるからね、そう、みーちゃん、私のお母、おばあさんと同じ年ですかでね、若いですねって、とんでもないです、ありがとう、グリマンさんおやすみなさいって、ヨセさんおやすみなさいって、ありがとう、グリマンジョーさんご苦労さんでしたね、いろいろいつもありがとう、レイコさんおやすみなさいってね、ひとみちゃん肺炎怖いよ、怖いよ、うちの父親がなった前、あの熱が出てね下がんなくてね、それで近所にねとっても優しいおじいちゃんがいて、うち貧乏だったその時はね、それでね金を医者にかかれなかったんじゃない、そしたら近所のおじいちゃんがね、鯉の生き血を飲むといいんだってね、ほんでね鯉の生き血をねじいちゃんにねうちの父親にくれて治ったよ肺炎が、そのおじいちゃんに、助けられたんだね、お金はいくらかかってもいいから、あの医者へかかれって、いいおじいさんだったよ、でも恩返しできたうちは、おじいちゃんのうちね火事になっちゃって若夫婦が全部亡くなっちゃった、ね、亡くなっちゃってね、それでねおじいちゃんがねうちのねボロ屋のねあの雨漏りがする、お風呂へ毎日入り来てくれた、それでおじいちゃんが、恩返しできてよかったって、お風呂うち入り来たよ、ね、とってもいいおじいちゃん、
好き嫌いがあったんだね。うちの父親すごい可愛がられてね、よくしてくれた。うん、それでね、まだテレビがね全然ない時あった。そのうちはねテレビがあった。俺でよくねプロレス見行った。プロレス、うん、力道山の、うん、ほいでねたまにご飯、うん、もらって食べたんだ、そのうちで、うん、その時さカキフライあげてくれて出してくれた。とっても美味しかったね、あのカキフライの味忘れられなかった、うん、うち貧乏だったからカキフライなんか食べられなかったよ、うん、食べられない、うん、そう、うん、何ピアさん、コメントよしえさん、あやらさん、咳込んで、喘息、何か苦しかったらって、うん、夏季感染、喘息って、よしえさん、あ、そうなんだ、うん、本当に死んでしまいますよって。そうなんだ、うん、やっぱりあんた一番頭がおかしいようだって、うんうん、そんな話どうでもいいって、うん、そうなんだ、うん、ああそうか、うん、ああ酸素をつけてるから、うん、詳しいってことだね。まあね、一応話しますけどね、私もね。だってそれはさ、本人がわかるんじゃない？自分で気づければ。気づければ、自分で行くんじゃないかね、医者に。ね、本人がわかるんじゃない？私だってさ、足悪くても整形外科行かないよ。怖いから。それ本人がわかるんじゃないかな。違うかな、私が言わなくちゃダメなの？うん、夜間病院あるのかなって。うん、あるよ、うん、救急車で行けばあるよ、ある。うん、でも今日仕事してきたんだよ。仕事できる？そんな苦しくって仕事できる？でご飯も食べてきたんだよね。うん、じゃあ本人言ってきましょうか、ここに来るように言いましょうか、うん、ねえ、うん、だけどあいつね大げさが嫌いなんだよね、うん、大げさにするんが嫌いな、うん、この間もほら、たまちゃんが帰ってこなかったでしょ。それで皆さんが、うん、言ったでしょ。警察に頼んだとか、なんだっけ、なんだっけ、保健所、うん、あいつ大げさなこと嫌いなんだね。明日になれば帰ってくるから、こんなことはいいって。そういう人だよ。うん、それ、救急車に呼ぶなんて言えば、あいつ、ね、どう思う、うん、でも連れてきましょうか、本人を。なんて答えるか、うん、ね、うん、山田さん、相原さんが体調悪いってね、はあ、なあ、はあ、まちょこちゃん呼んでみて、よせさん、うんうんってね、うん、体調を見てあげてくださいってね。けどもしもその時は救急出すねって。まちょこさんも言ってますよ。でもそうなんだ、本人連れてきましょうか。あんじゃ私わかんないから、うん、あいつ嫌がると思うよ、こういう大げさ、うん、言ってきますよ。んじゃねえ、うん、
だって苦しきゃ本人行くよね普通ね。私だって自分が本当にあれだったら行きますよ。なんとかなるから行かない。あ、心配ですねって、うん、私、うん、そんなに心配って私は思わないけど、うん、ねえ、うん、私散々苦しめられたから、うん、私はもう、うん、私別に、うん、もう言ってきます。よいしょ。慎吾、クーラー止めていいよ、そっち。慎吾。慎吾。クーラーいいよ。もう、涼しいから。慎吾。クーラーいいっつんだよ。うるせえじゃなく、みんなが救急車って呼んで連れてけってよ。喘息だから。言ってるで。言って。悪いけど。言って。喘息だって。関心とか。救急車で行けって。言ってよ。みんな言ってるよ。言ってみて。ベッドの声。行った方がいいってよ。自分で行った方がいいよ。僕だったら仕事休めばいいじゃん。そう思わない？自分の体だって自分で分かるでしょ。慎吾止めてよ、涼しいから。慎吾。
なんで電源つけっぱねえな、ソニー。なあ、お前汚ねえな、部屋がな。閉めろよ、こっちを。涼しいから、もういいから、クーラーは。まったく、なんの節約もねえわ、両方が。笑っちゃうわ。皆さん大丈夫ですよ。ああ、うるせえって、うるせえ寝かせろだって、帰ってきた言葉、こういう言葉ですよ。ね、うるせえ、寝かせろ、だって。ね、皆さん大丈夫です。うん。私言ってきましたから。ね、大事だったら仕事休んだ方がいいんじゃないって言ったよね。ああいう人だから、言ってもね、本人のことだから。ね、救急車で行った方がいいってみんな言ってるよって言って。うるせえな、だって寝かせろだってね、そういう言葉ですよね。ね、皆さんそういう言葉返ってきました。うん、勝手な自分の思いばっかり、よしえさんのこと考えるとは思えないわって。うん、ありがとう、ご主人さん分かってくれてありがとうございます。本当にそうです。はい、ね、本当、今言ってきました、救急車でってみんな言うからね、そしたらうるせえなって、黙って、ね、寝かせろって怒られましたね。ほんで、辛かったら仕事も休んだ方がいいよって言った。だからうるせえな、寝かせろ、そういう言葉が返ってきましたね。疲れてるからでしょうねって。まあいいよね、もうね。ね、なんか小志寺さんいいお言葉、本当にコメント嬉しいです。そう。ね、しおんちゃん、そうに言ったらうるせえな、寝かせろって言われました。ね、すごいですねって、妖精さんかわいそうです、よくわかりますって。ね、そういう言葉返ってくるんだよ。だからね、私もう性格知ってるから、でもみんながね心配して、救急車で行った方がいいよ、喘息になるとって言ってるよって言ったよね。おいたらうるせえな、寝かせろって、その一言、ちょっとみんなのとこ来てって言った。そしたらうるせえな、寝かせろ。ね。だからね、もう性格わかってんですよ、私。妖精さんも歩くの辛いのに、ね、様子見にくれてありがとうございますって、とんでもないです、山田太郎さん。ありがとう。ね、皆さん心配してくれてね。そういうお言葉返ってきました。妖精さんが用事済ませて寝る前にもう一度容体見てから寝てくださいねって、ありがとう、ありがとうね。そうだね、もしものことがあるからって見に行ってよかったと思いますよって。よしえさんの枠だからってね。こしじさんありがとう。本当ありがたい。こしじさん本当いいコメントです、私に。本当に嬉しいです。お疲れ様ですねって。咳で水分取られてるので近くにお水あるといいですがって、よしえさん声かけてくれてよかったですって、ありがとうございます。北斗さん、ありがとう。うるせえなだよ。うるせえな。寝かせろだよ。こういう言葉が返ってくる。大体わかるんです、性格が。そう。ねえ、本当にね、大変を要するときは、救急車を私呼びますよ、本当に。だけどね、今日仕事行って
外食もしてきてるし、うん、私はね、そこまで考えてなかったよ、はっきり言ってね。向こうも大人だし、本当に大人だったら自分から医者行ってくるよって言うと思うのね、私はね、ね、非常な人もいるね、家族いなくなったら余生さん困るのもわからないのか、どっちって時間大丈夫なのって、ちょっと何か言いたいかわかりません、あとは余生さんが決めること自由だと思います、ありがとう、しょうちゃんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、もう大人だからね、かっこいいのおせっかいもほどほどに、コメント嫁とか強制的で、こちら、ミントミントありがとう、ミントのチョコありがとうございます、ありがとうありがとうね、ナナちゃん今一度リスナーさん同士絡みを見直してみませんかって、小石さん、よしえさんと自分が自分で良くないって、よしえさんと自分で良くないって、北斗さん心配して何が悪いんでしょうか、リアルタイムに起きていることに対し、コメントをたくさんの人がいるから、いろんなコメントあっても仕方ないと、人命優先だと思いましたって、よしえさん、よしえさんが見てわかるからでもう遅くないからね、しんごさんってね、心配してのコメントはいいと思うけどって、そうですよねって、ノラえもんさん、KP ありがとうございます、ありがとうね、七市のふわっちくん、よしえさんが決めることですよ、おせっかいすぎですって、こちらアイスありがとう、アイスありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ふわっちくん。こちら何？のぼーいさん、しんごくんは寝ましたかって、まだ起きてる、生命にかかることだしってね、でも隣にいないからそうなった時助けてあげられないってね、八王子の切れたナイフさん、人の生命より愛心が大事っていうのはおかしいと思いますって、そういうわけじゃないけどさ、こういう人がいるから、ね、ドラえもんさんまだ起きてる、起きてるよ、しおんちゃん、そう思います、いろんな思いを書くのはアドバイスをしてくれるのでいいのではとってね、そうですね、しおんちゃんね、リスナーさん同士は確かに目の目に余ります、ですが今回リアルタイムにアイラさんが苦しそうにしている喘息の経験があるのでね、毒としてアイラさんにお声がけだけでもと思ったんですよって、ああそうだね、北斗さんね、今聞いてきたよ、そしたらね、うるせえなって寝かせろって言った、そういう言葉返ってきました、なんて言うのかなって、まさこちゃんがね、
さあ、うん、それは意思じゃなきゃ分かりませんからねって。そうか、うん、けど余生さんも声かけたのいいと思います。心配してってね、うん、うん、そうだね、うん、そうだね、そうだよねって。なんでリスナーさん同士がどうのってコメントに、よしえさんが一生懸命見なきゃなんないのって。うん、お感じるかもしれませんが、あるアドバイスとしてで、本当に心配してる人はあまり前では、うん、あまり前でないわって、あたりあまり人はあまり前でないわって、本当に心配してる人はって、こういうバトルコメントで嫌なんじゃない、またナイス閲覧減るだけよって。よしえさんは広島に、ついてきてくださいってね、広島に いつか来てくださいって。ありがとう、ノーボーイさん、ありがとうね、ナナさん閲覧増えてるよって。いろんな意見あるのは当たり前よって。じゃあご主人さん黙って見とるってことですかって。まあこちらみーさんって配信お疲れ様って、ありがとう、いいね、ありがとう、ありがとう、うん、私はよしえさん好き、ありがとう、こしじさんありがとうございます、ありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマセヨシ、ハート花火、ハート花火、ありがとうございます、こしじふぶき様、ハート花火、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、八王子切れたナイフありがとうございます。前に出るとか出ないとかそういう問題ではないと思います。認知症にならないようにしてねって、ありがとう、ノーボーイ様、認知症にならないようにってね、私認知症にはならない、すごい神経細かい、ね、細かいよ、あのだってデイサービスのスタッフの名前全部覚えちゃう、みんなね、おはようございます、お世話になりますって言うけど、私はみんな名前言いますからね、一人ずつ、誰々さんって、もっと向こうも嬉しいと思う、名前覚えてもらってね、そんなもんだよ、ね、こちら、もーちゃん、たまになんか飲み物飲みながらね、無理しないで、ありがとう、もーちゃん、ちかこさん、こんばんはって、こんばんは、黙らなくてもいいけど、リスナーさんのやりとり、他が見てってかなって思ってましてってね、よしえさんに分かってもらうのはいいんですけどってね、ちかこさん、こちらナイスしましたって、ありがとね、ちかこさん、ありがとう、こちらアイスありがとうございます、ありがとう、ちかこさん、そうだ、
プレゼントってアイスありがとうございます、ありがとう、うん、ちかこさんありがとうね、うん、八王子の切れたナイフさん心配してる人に、うん、みたいなコメント失礼だって、うん、なななななちゃんいつも思うけど誰それさんこんにちはとか指名しはよくないと思う、最近ひどいよねって、ああノーボーイさんデイサービス体操の時間ありますかって、ありますよ、あるよね、うん、ありがとう、ふわっちくん、七しの相原さんは大人です、自分で玄関危険感くらい分かりますよ、どうするべきかは吉江さんと相原さんの問題です、しつこく踏み込みすぎですって、うん、こちらアイスありがとう、ミルクアイスありがとうございます。